のフランク・ワイルド・ホーンさんとお目にかかった時に、彼が CD をくださって、ドラキュラので、会うと思うよっていう、タカ子に会うと思うよっていう、なんかそう聞いてみてっていう CD をいただいて、その CD がきっかけなんですけど、そしたらグラーツでやるから見に来ないっていうお話をいただいたので、たまたまそのグラーツのドラキュラの打ち上げ会場にも行かせていただいてるんですけど、そこでドラキュラ役の方に紹介してくださって、彼女が日本でドラキュラやるんだよってみたいな、まだ決まってない時に、多分彼も私が女性だからびっくりしたと思いますけど、びっくりしたでしょうね、見てみたいとおっしゃってましたね。I'm so excited about the idea of a woman playing the part that I think it just is going to be spectacular. What I'm hoping is, because we've made this decision for Takako to do this, that was a bold decision. That was daring. So I hope the show is bold and daring. I hope it's really scary when it's supposed to be scary. I hope it's sexy. Sexier than maybe I've seen before in Japan, and I hope it's a little dangerous, and I hope it's something new. So, just to give her a break for a second, do you want me to play the new song? ちょっと休憩をしていただく意味も含めて新曲をやりましょうかと。So. ニューヨークで初めて聴かせていただいたんですけど、譜面とかなく、彼がピアノでバーって弾かれるから、最初のどうしてわからないのかっていうのは、ものすごい彼のピアノってすごいタッチなんですね。なのでそこは私伴奏だと思っていて、ね、すごく静かな2つのっていうところからが私のボーカルだと思ってたんです、ニューヨークで。よく聞いてたら、最初はこういう感じに歌ってもらいたくて、この次からはこういう感じに変わりますって言った時に、あれ最初も歌ってんのってそこでちょっとあれって思ったけど、聞かずに帰ってきたんですよね。皆さんおはようございます。それではお時間がありましたので、ミュージカルドラキュラカーを始めていただきます。今回を代表しまして、岩尾さんに一言いただければと思います。よろしくお願いします。マイクフランク・ワイルド・ホーンさんの作品出していただくのは2回目なんですけれども、彼はすごく口癖のように、新しい作品をするときは共に冒険の旅に出ようと、楽しいアドベンチャーをって言っていたので、今日から皆様とそういうことができることもとても嬉しく、ドキドキ、ワクワク、ハラハラしております。節電の世の中ですが、ものすごく熱い舞台を皆様と共に作りたいですし、根底には寒い音楽も流れていると思うので、そのあたりで節電ができるんじゃないかと思います。皆様どうかよろしくお願いいたします。
なーに。いや、やっぱりいい。違う、違う、あなた。今何が起こってるドラキュラとヘルシングがセットがすごく複雑なので8月頭からもう稽古場の方にセットを全部入れて本番通りのセットでやりますっていうので行ってみてなるほどと思って、確かにこれは舞台稽古だけじゃ無理みたいな、タイミングが階段が回ったり大変ですよ。本当に本当にスタッフの方素晴らしいと思いますね。稽古中に私たちのお稽古もしながら転換も全部一緒にやっていくので、それは本当に身のあるお稽古だったなというか、ここに来てバタバタすることがなかったので、彼女はもう私のものだ、諦めろ無駄なことだ、私を止めることなどお前には決してできない。お前はもう終わりだ、好きにはさせない、覚えておけ、決して悔しいはしないと、シャープな心にされ。お願いします。召し上がってください。よろしくお願いします。最初老人ですもんね。老人だけど400年孤独にいたので老人なんですけど、やっぱりスタッフの方々と演出家ともヘアメイクさんともお衣装の方ともいろいろお話しして、おじいちゃんだというよりちょっとアメージングな感じの、不気味でもあるけどちょっと魅力的でもあるし、まあでも白髪なんだけどっていう、なんか不思議な存在にしたいなと思って、あの400歳時代は。ドラキュラの題材のものってものすごく多いじゃないですか。それはなんだかんだと彼はとても魅力的なんだと思うんですね。皆さんが見たいとか作りたいとか思わせるキャラクターだなんだなと思うので、私もなんかやっぱり魅力的な人物というか存在でないといけないので、やっぱりドラキュラはなぜ人気があるかって、どこかやっぱりちょっとセクシーであってほしいなとか、どこかクールであってほしいなとか、どっかとても孤高であってほしいなとか、なんかクールだったりセクシーだけど孤高でちょっと寂しいけどものすごく残虐だったり俺様だったりっていう、人間だったら人間にもみんなそんな気持ちはあるけど理性があるから抑えてちゃんと生活しているのを全部なくしてこう突き抜けてるような存在でありたいなと。
でもやっぱり最初のおじいちゃんから若返る血の歌のところはある意味曲もフランクもあの曲はロック調であってほしいという、全然周りと変えて、まあ1幕のラストもそうですけど曲も全然違うし私も変わりますし耳に残る素晴らしい曲だと思うんですね。で振り付けも全てがマッチしてるから、うん、あそこ好きですね。終わって引っ込んできた私はもうヘロヘロですけど。As far as I know, this is the first time ever for this project, for Dracula, to be played by a woman. So that is in itself so special, so unique, and the eyes of the world are on us because of that. So I have to, on a personal level, I have to say thank you so much. And I'm so proud of you.席の雰囲気もとても温かいというか、ね、お芝居中は本当にシーンとしてますけどカーテンコールの時本当に皆さん熱く迎えてくださるので、スタンディングオベーションでね、うわーってなりますもんね。感動します。でもある意味宝塚の男役を経た私だから作りやすい部分はもちろんあると思うので、私のかつて一生懸命培ったものは確実に他の普通の女優さんにはないものなので、そこは使いたいなと。だけどそこから離れて自分が学んできたものもいろいろあるから、で周りが本当に男性なので、あえてそこにものすごく自分が男として頑張るぞっていうのではなく、結構自由に、今回のドラキュラは男性の血も吸いますし、だからかなり本当にちょっと女性っぽく見えたいなと思うところもあるし、男性と張り合おうという気が全くないので、男性にはないけど普通の女性とか女優さんにもない感じの、でもこういうドラキュラ伯爵がいたら自分も血吸われてみたいねって思っていただけたら一番嬉しいんですけどね。私も周りが男性の中でこんな対策で、自分が女性で、しかも周りの男性皆さんかっこいいので ね、その中でね、私もかっこよくってなるのは厳しいなと思って、本来の男性の素敵さは本来の男性に任せて、男性には出せないけどこんな人いたらいいのになっていうものを目指して、もしできたら男性の中に入ってそれがうまくできたらものすごく意義のあるというか、私にとってサイエンの話があったらどうですか。あったらぜひさせていただきたいですね。あったら嬉しいですね。この役をさらに深めたいとかそういう気持ちがあるってことですかね。うん、でも毎日深めたいなと思って毎日考えてるんですよ。何か自分の課題というか、こう一つのものを決めてやるのではなく、全然できてないこととかいっぱいあると思うので、毎日少しでも今日より明日の方がいい舞台をお見せできたらいいなと思うので、もし再演という機会がいただけたら、もう一度稽古期間がいただけるから、うん、夢はもっと膨らみますね。ありがとうございました。
叩く夜の空月の光ありながら永遠に生きることを許されたものだけが僕の命だ。暗闇に閉ざされたトランシルバニア、何が待っているのか、この不気味な館に予想もできない。聞こえる狼の叫ぶ声が心を凍えさせる。ようこそ我が館へ。お入りになりたければどうぞご自由に。
ドラキュラ伯爵。ドラキュラです。あなたがハーカー・ジョナサン。ジョナサン・ハーカーです。そうでした。お入りください。お荷物は後ほどお運びします。もう遅いので、うちの者たちはお世話できませんが、私がおもてなしいたしましょう。どうぞ。長旅でお腹がお好きでしょう。とても。さあどうぞ。こちらにおかけになってお召し上がりください。私はご相伴しませんが、お許しください。時間が遅いですし、もう済ませてしまいましたので。英語がお上手ですね、伯爵。図書室に英語の本をあれこれ集めました。来たるべきロンドンでの大冒険に備えて勉強しております。さあ、どうぞ。これはいいワインだと思います。もっとも私はワインをたしなみませんが。ありがとうございます。伯爵がロンドンにお買いになった新しいお屋敷の契約書と権利証書を持参いたしました。あまり新しすぎないといいんだが。いや、実際屋敷そのものはとても古いんです。敷地はとても広くて大きな池もあるんですよ。一番近い建物は病院です。実を言うと精神病院なんです。ですがかなり離れていますから、写真をお見せしようと思って何枚か持参しました。僕のカメラで撮ったんです。ビストリッツからの旅はさほど大変ではなかったでしょう。ええ、ですが会う人みんな僕がここまで旅をするのを何とか止めようとしているみたいで。この土地の人間は迷信深いのです。それにこの城は人里離れていますから。ロンドンはこことは大違いですよ。そう願いたいです。ここにいるとどんどんよどんでくるような気がする。新しい人と出会う機会がほとんどなくて。イングランドにお知り合いは？あなたがいるではありませんか。他にも渡りはつけてあります。あなたのお国で歓迎されるようにね。ここは別世界、人の違うと恐れられる。日陰の国、ひび割れた壁に過ぎ去った時代の風吹き抜け、さえ闇に消える。今こそ運命の時、新たな時代をこの手で掴み取るのだ。待ち旅だぞ、その時
日が来た。わからはこの国に告げた新しい世界へ。さぞお疲れでしょう。お部屋にご案内します。どうぞ明日はお好きなだけ遅くまでゆっくりお休みください。あ、これはどうも。確か召使いはもうみんな寝てしまったとおっしゃったのでは。この方はきっと僕のフィアンセのミーナ・マーレーです。あなたは幸運な方だ。全くです、ご想像以上にね。ミーナは美しいばかりか賢くてしっかりとした性格なんです。とても純粋で。純粋、誰にも踏まれたことのない雪のように。そして血筋もいいんでしょうね。ええ、有名な学者の家柄で。低俗な成金ではないと。ええ、その通りです。それにとても若い。あなたが羨ましい。ああ、夜の子供たち、なんという歌声だ。良い夢を、我が若き友よ。僕の血は神にもみ捨てられた。そんな気がする。心慰めるのは写真の中見つめる君の微笑み。You said
構いもせず失礼しました。我が若き友よ。はこれは麗しい花嫁宛ての手紙ですね。すぐに送らせましょう。ありがとうございます。ウィトビー・ベイ。彼女はロンドンにお住まいだとばかり。今海辺の町に出かけているんです。友人のルーシー・ウェステンダーの家の別荘に泊めてもらっているんです。晴れの日に備えて。そうなんです。顎に傷がある。はあ、髭を剃るときに鏡が見当たらなくて。この城には一つもありません。虚栄心を煽るだけのものですから。はあ、これは気をつけないと。首にかけている、それは何です？はあ、十字架です。ピストリッツの宿屋の親切なお上がくれたんです。僕がトランシルバニアを旅すると言ったら。この土地の人間は迷信深いと言ったでしょう。伯爵、うちの法律事務所が作った契約書に目を通していただく時間が終わりでしょうか。一つ忠告しておきます。この城の中ではご自分の部屋以外で眠ってはいけません。警告しておきますよ。少しでも眠くなったらすぐにこの部屋に戻ってください。ありがとう。そうします。さもないと何が起きても責任を負えません。おやすみなさい、友よ。褒められた罪人になった気がする。ここではみんな君の笑顔を再び見られるのか。今は恐ろしい、逃げられはしない。この城から暗闇が絡みつく不思議な声漂う不気味な笑い声が耳に聞こえる。君に書いた手紙を全て捨てられている。どうすればいい。
New Year's special. Next time. Yeah, New Year's Christmas at Nui. Slowly there. Ne appartiene Noa. Immortite,
Nosferatu, immortile, 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 Nosferatu. ご主人様、時が来たぞ、レンフィールド。私は海を渡って、お前の元に行くところだ。ウィトビーベイに上陸する。それからロンドンに行って、お前を自由にしてやろう。ありがとうございます。ご主人様、ありがとうございます。私こそ感謝してるよ、レンフィールド。もうすぐ礼をしよう。 これは、期待の歴史的。ペットの世話で忙しいようだね、レンフィールドさん。もうすぐもっと大事な仕事が来る。その中身はハエかい？もうほとんど残ってないよ、先生。え、なぜだい？蜘蛛の餌にしたから。そうか。一匹太ったいいのがいるよ。レンフィールドさん、吉田前、不潔だよ。君は蜘蛛じゃないんだからね。 ああ、そうだよな。そう。こいつが蜘蛛だ。レンフィールドさん、やめなさい。さもないともう虫には触らせないよ。心配ないって先生。虫なんか食べちゃダメだ。体に悪いぞ。とんでもない先生。しこそ命だよ。どういう意味だい？俺には答えられない。ご主人様に聞いてくれ。ご主人様って、俺たちみんなのご主人様になるお方さ。あれは2年前のこと、突然聞こえた頭の中、俺を呼ぶあの方の声が。俺は手伝わなきゃいけないあの方を。 には俺が必要いつでも今俺にはわかるんだあの方が望むものが何が欲しいかそうさ今も狙ってるついに見つけられたのさあのさまよえる 魂。魂。さまよえる魂。先生には分かりっこねえや。何か妄想に取りつかれてるようだね、レンフィールドさん。いや、先生。あんたの顔に鼻がついてるのと同じくらい紛れもない事実だよ。ご主人様は今船の上さ。月の夜みんな血を吸われる。 この日がやってくるのをずっと待ち続けた今
今こそ讃えよあの方の勝利を意味がわからない誰なんだそのあの方というのは何をその狂った目で見てる教えてくれそれは言えないこれ以上は言えない秘密さ準備はできてるいつでも俺は OK すぐに自由になる I'm free 船は海を行くみんな死んだ船長を最後にこう突き刺すそうさ、俺は知っているあの方が望むことを全て知っているまさ思い知らせたい愚かな人間たちはまだ分かっていないあなたのその力誰が見えるんだあの方の目を通して見えるんだ海の方に来る二人が船には遺体が一つもなかったんですって船長以外は船長は火事に縛り付けられていたのそれに昨夜とても大きな犬が船からテートヒルの桟橋に飛び降りてきたそうよどんな犬知らないわいなくなってしまったそうよねえミーナ何誰も船に乗っていなかったなら誰が船長を火事に縛り付けたのどうしたのルーシーわからない急にゾッと寒気がしたの あなたが心配だわルーシーあなたどうしてまた無遊病が始まったのかしらどうやら父の遺伝みたいだから心配することないわとっても綺麗ねウィットビーベイはロンドンに帰ってしまったらここをどんなに恋しく思うでしょそうそうそれで思い出した何か話があって私を散歩に誘ったんでしょそうなのこんな話聞いたことあるミーナ一日に3人も一人からプロポーズされるだけでも慌てちゃうのに一度に3人からプロポーズされたのよそんな人たち一人ずつ教えてよ一人目はアメリカ人なの名前はクインシー・モリステキサス出身でとても大きな帽子をかぶってるのすごく大きな狩猟用ナイフを持ってるのよ見せてくれたわあんまり刺さられないわね次は誰お医者さんジャック・スワードまだ20代なのにもうロンドンで精神病院の院長してるの恋敵が精神病院の患者さんっていうのもね3人目はこれが一番びっくりしたのアーサーアーサーホルムットなのアーサーはロンドンに引っ越してしまうまでうちのお隣さんだったのだから幼馴染なのね一緒に乗馬もしたしパーティーではしょっちゅう顔合わせてたけど私に関心がある様子なんてちっともなかったのでもあなたは好きなんでしょわからないわあの人はただいつもそこにいたの困ったことに3人揃ってお茶に来るのよ私の返事を聞きにそうなのねえ何をなさってる方なの幼馴染のアーサーは仕事のことあの人は生まれてから一度も働いたことなんかないわお父様から爵位を継いだら領地を取り仕切ることになると思うけどああそうねえルーシーこれは
あなたが決めるしかないことよ。どうしよう、どうやって一人だけ選べばいいの。それぞれ少しずついいところあるんだけど、食いしんは田舎者、ジャックは坊や、ララ朝は何にも喋らない。どうしよう、男前お医者さん、幼なじみ選ぶの一番のお気に入り。そんなの無理、食いしんは馬に乗り、ジャックは手術、朝はいつも犬と散歩。ルーシー、アメリカは君を待っている。僕の手術室明るくしてくれ。君に言いたいんだ。何？いや、やっぱりいい。誰がいい？アメリカか病院か普通の暮らし。誰がいい？ワイルドかドクターか優しい人。子供の頃から優しかったのはあの人、いつも感じてた。もしかしたらこれが愛。幸せになるのよ。頼りない人だけど、二人愛し合えれば、愛し続けられるかしら。ここを決めて選びなさい。私を愛してくれる人。地味な男。どうしよう、もう正直に言わなくちゃ。この想いを食いしんは焦らず、ジャックは余裕、朝はいつものマイペース。愛は不思議な魔法で人の心迷わせる。どうすればいい？もう心決めなくちゃ、誰か選ばなくちゃ、悩むのはこれでおしまい。違う違う、あなた。
やはり来ずにはいられなかったのだな。これはどういうこと？頭の中で聞こえてるのはあなたの声。聞くまでもないだろう。どうしてルーシーがここにいるの？私はお前を呼んだんだが、彼女がその小玉を聞いてお前の代わりに来たんだ。話してあげて。彼女は永遠に自由だ。お前が私の申し出を受けてくれるなら。いやよ。どうして私に逆らう？私変な夢を見たわ。どうしたの？ごめんなさい。私ってなんて不器用なの。どうしたの？あなたをショールのピンで刺しちゃったみたい。喉に小さな傷が2つあるわ。
うなの。なんだか変な気分よ。私たち明日ロンドンに帰らなきゃ。帰らなきゃダメ。ブダペストから電報が届いたの。ジョナサンが修道院の病院に入ってるの。重い病気にかかっていたのよ。じゃああなた行かなきゃね。もう船の切符は手配したわ。見送りに行くわね。それよりあなた、アーサーと会う約束でしょ。もうじき私たち二人とも花嫁になるのね。ミーナ。手に入る一人はもうその魂はもう我が物やがてすぐお前も私のものとなる。待っていておくれ。幸せにできる私の言葉なぜ聞こえない。私に微笑んでおくれ。もう一度この私にはお前しかいない。心の奥で感じるままにお前だけを永遠に愛してる。初めて出会った運命の人に全てを与えたい。望むなら今約束する。ここI'm not afraid to die.
初めて出会った運命の人に全てを与えたい。望むなら今約束する、心からの愛求め続けた永遠の愛の誓い。城にいた時にはよもやこの日が迎えられようとは思わなかった。生きて逃れる望みをなくしたんだ。こんなにやきもきするのは、おとりのヤギを仕掛けてトラが出てくるのを待っていたあのスマトラの夜以来だな。そうだな、僕らを出し抜いてルーシーの花婿に選ばれた君の幸運を羨んでいたのに、まさかこんなことになるとはな。そうだな、うん、上で何してるんだろう。さあな、どうだ。どうなんだ。ヴァンヘルシング教授がすぐに降りてくる。何者なんだあの男は。アムステルダム大学の僕の恩師だよ。僕は心から人を仰いでいる。珍しい病気についてはヨーロッパで一番の権威だよ。それで教授の診断は。そうだ、それを知りたい。教授の口から聞いてもらわないと。だが教えてくれ。ルーシーは首に白いビロードのリボンを巻いていただろう。ああ。ヴァンヘルシング教授は何か思い当たるところがあったらしくてね、外してみたら喉に奇妙な刺した跡があったんだよ。それを見ると教授はとても暗い顔になって僕に先に行けって。どういう意味だ、刺した跡って。あざか傷か、それとも噛まれた跡だ。前に一度見たことがある。一度見れば絶対忘れっこないし見間違えることもない。できればもう少し詳しい診断ね。よろしい。だがどんなに辛く聞くに耐えないことでも最後まで聞くんだ、口を挟まずに。どうぞ。
残念ながら君の美しい奥様は重い病気にかかってる。病気？どんな？ヴァンパイアのことは聞いたことがあるだろう。ヴァンパイア？ルーシーがヴァンパイアに噛まれたとでも言うんですか？そう、そう。しかもコウモリなどではない人の形をした吸血鬼だ。そんなバカな。あんた頭がいかれてるのか。そうですよ、ヴァンヘルシング博士。分別というものをなくしてしまわれたんですか。だったらいいんだがね。教授の言うことを聞いてくれ。これは命に関わることだ。グズグズしている暇はない。どうすればいいんですか。夜が来る前にニンニクとニンニクの花を見つけてきなさい。ロンドン中クマなんか探すんだ。それで奴らを防ぐことができる。すると十字架、神の絵姿、それで防げば奴らは寄りつけない。何度言わせる、グズグズしている暇はないんだ。持ってるね。何？聖水。ええ、何もかも揃ってるわ。よし。よし。じゃあベッドに入って。僕もすぐ戻るから。アーサー。なんだい？ここは寝苦しいわ。この花が臭くて。あなたはもう少し寝心地のいいところで寝たら。ああ、うん、うん、そうだね。じゃあ僕は控えの間で休むよ。大好きよ、アーサー。じゃあもし何かあったら。じゃあおやすみ。おやすみなさい、あなた。やってくるわ、冷たい風感じる。ここへそぼ、私まるで傷ついた小鳥。お願い苦しめないで。私はもうあなたのもの。わかってる。だから早く私を抱きしめて、ここであなたを待っている。私を奪って、ここに隠れてるの。私を迎えに来たのね。暗闇の中から私を呼ぶ声聞こえる。怖いけどなぜか嬉しい。この気持ち、いけない。過ちを犯していると分かっているのに、どうしてこの体が美しい。
もいらない、もう誰にも止められはしない、さあ早く来て愛する人、私の血を全て飲み干し、愛してほしさあ、私の愛しい人、気分はどう？とても良くなったわ。よかったよかった、教授が会いたいそうだ。あれ、首の傷消えてるよ。こっちへ来て。よせ、彼女に近づけ。ルシー、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 ルアーメン。彼女は死にかけている。もう長くはない。しもも、それがノスフェラーテ、血をすすって永遠の闇に生きる哀れな抜け殻ノスフェラーテ、地獄をさまようもの、夜の闇にうごめくノスフェラーテ、今再び戦いの時が、決して諦めはしないノスフェラーテ、必ず滅ぼすのだ。
夜の闇にうごめくノスフェラーテ闇に支配させてはいけない、決して負けてはいけない、ノスフェラーテ必ず滅ぼすのだ。あなたがマダン・ミーナですね。ミス・ルーシーの親友だった。はい、エイブラハン・バン・ヘルシングです。この紳士があなたのご主人ですね。ジョナサン・ハーカーです。トランシルバニアに行っていたのあなたですか。はい。何度噛まれましたか。一度だけです。神よ、2、3ヶ月すれば元通りになるでしょう。ありがとう。友よ、神は我々にノスフェラートを殺すことのできる剣を与えてくださいました。僕にその剣を振るわせてください。もちろんだ。ただし君の力を超えたことでない限り。どういう意味ですか。2週間後にここでもう一度会うことにしよう。ここで。なぜここで。教授にはちゃんと根拠が終わりなんだ。そういうことだ、ジャック。でもなぜここで。ヴァンパイアが血を吸い尽くして彼女を殺したんならそれでいい、大丈夫だ。だがもし血が交換されていたら、もしヴァンパイアも自分の血を彼女に与えていたら。なんてこと言うんだ。マサ、辛い気持ちはわかる。だけど教授の言葉に耳を塞ぐ前に僕の話を聞いてくれ。いいだろう。始まるのだ全てが。待ち続けたこの時を祝おう。嘆きの声がこの耳に甘く聞こえてくる。果てしなく続く闇の世界。命をあげよう。涙も祈りもいらない。最後に残るものだけがこの世界を手にできるのだ。私の夜の国へ。やがては全てのものが加わる。暗い街で
助けを呼んでも誰もいない。見えるのはただ闇の世界。喉の渇きを癒しておいで。永遠に生き続けるもの。涙も恐れもいらない。飛び立って自由な魂。世界は辛いこと続きた。とても信じられないようなことばかりだよ。しかも教授はいなくなった子供たちをさらったのは。そう、ルーシーだというんだ。まあ確かにそうやすやすと信じられることじゃないな。墓は空っぽだ。死体泥棒だ。いや、気の毒だが今にわかる。
けらぬ者よその子を放せ。イエスの名によって命ず、死にけらぬ者よその子を放せ。イエスの名によって命ず、死にけらぬ者よその子を放せ。イエスの名によって命ず、死にけらぬ者よその子を放せ。イエスの名によって命ず。神の皆において命ずる、神の皆において命ずる、命ずる、命ずる。この印が悪魔を私を待たせる。よくもそんなことが言えるわね。私は待たされるのに慣れてないんだ。あなたは私の親友を殺したのよ。いやいや、とんでもない。私は彼女に永遠の命を与えようとしたんだ。彼女を殺したのはお前たちだ。私たちが殺したのはルーシーじゃないわ。あなたがあの人を何かおぞましいものに変えてしまったのよ。それは違う。だがお前が私を呼んで招き入れてくれるまで私には説明することができない。私はお前が来いというまで待っているよ。愛させないで、あなたのこと。
マダミーナ、我々は敵といかに戦うか、この悲しみのすべての種をまいたものをどうやって見つけ、どうやって滅ぼすか話し合っていました。やつはあなたのご主人の法律事務所を通して買った屋敷をもう離れたことが分かっています。ですがあなたのご主人の話から、やつは自分の生まれ故郷の土が入っている棺の中でしか眠れないことも分かりました。そしてドクター・ジャックの話から、ヴァンパイアがレンフィールドという患者と何らかの方法で連絡を取っていることが分かっています。さて我々はこのレンフィールドに会いに行かなければなりません。その人に会いにいらっしゃるとき私も連れて行ってください。いえ、それを、ひょっとするとレンフィールドは私たちよりもあなたに素直に話をするかもしれない。あなたを身内のように感じるかもしれない。こんばんは、レンフィールドさん。君にお客さんだよ。あんたか。私をご存知なの、レンフィールドさん。ジャック先生が結婚したがってる女かと思ったんだよ。でもその女は死んだんだよな。どうしてそれをしてるんだ、レンフィールド。バカなこと聞くなよ。でもね、レンフィールドさん、ぜひ答えていただきたいの。いいよ、ハーカーの奥さん。私の名前をご存知なの。あ、知ってる知ってるさ。どうして。あんたが次だ。それは一体どういう意味だ。あんたには分かってる。そうだろ。どうして私に分かるの。あんたにはちゃんと分かってる。俺は知ってるよ。もう2年も俺はあの方と連絡を取り合ってるんだ。遥か彼方から心と心でね。あの方をロンドンに連れてきたのは俺だよ。どうしてあの人にそんなに親切になさるの、レンフィールドさん。あの方は俺が欲しいものを送ってくれる。ハエとかクモとかネズミとかね。大した見返りじゃないわね。うん、だけど世界をもらう約束なんだ。世界をもらえば魂をなくしてもいいの。あんたロンドンから出てかなきゃダメだ、今すぐ。今日だ、手遅れにならないうちに。どうしてそんなこと言うの。背中を見せちゃいけない。一人で眠っちゃいけない。夜外歩いちゃいけない。重いレンフィールド。あいつはピカデリーからあんたのベッドまで待てなく間に行けるんだ。レンフィールド、行けねえ。なんだ。俺今何言った。え、俺もこれで死ぬと決まったよ。落ち着け。お願いだ先生、今すぐここから出してくれ。バカを言うな、レンフィールド。君は全く安全だよ。お願いだから今夜ここから出してくれ。もうたくさんだ、レンフィールド。どうして今夜という今夜ここを出ていきたいのか、ちゃんと理由を話せば先生が考え直してくれるかもしれないぞ。いや、俺はもう喋りすぎた。それにね、教授、もっと打ち明けたいことがあってもあんただけには何も喋りたくないよ。前にどこかで会ったかね、レンフィールド。あんたが何者かってことは知ってるよ。ジャック先生、後で思い出してくれ。俺が今夜どんなにあんたに頼んだか。明日また来るよ。さようなら。
どうぞ二度とあんたのその可愛い顔を見ることがありませんように。ごきげんよう、レンフィールドさん。どうもありがとう。ランフィールド。ご主人様。有能な助手だと思っていたのに、お前にはがっかりさせられたよ。おじいを、ご主人様どうかお願いです。七つの海越え、あなたは来た。赤い月の夜、血を飲み干す。増し続けていたのは勝利を祝う時。務めを果たせば褒美を与えよう。受け取れ。
けはしない。ハイジン博士、ウェストミンスター公爵の代理人の話では最近ピカデリー345番地の屋敷をデビル伯爵という人物に貸したそうです。ではすぐそこに行かなくては。この鍵のどれかが使えるはずです。君はマダン・ミーナと一緒にここに残りなさい。そうしなくてはいけませんか。レンフィールドが言ったことを覚えてるだろう。あんな強靭の和事を気にする必要がありますか。そのことに関してはあの男は正しかったと思うよ。マダン・ミーナの安全のためには用心に越したことはない。ええ、その通りです。もちろん私行ってもいいです。絶対ダメだ奥さん。か弱い女性の仕事じゃない。マダミーナ、私も彼らの意見に賛成です。さて我々の任務は分かっているね。もしあの怪物がねぐらにいたら我々は奴を捕まえるができれば殺してしまわなくてはならない。だがおそらく奴は留守だろうからいない隙に奴の休む場所を清めてしまおう。棺の中に入っている土に聖水をかけるんだ。そうすれば奴は昼間力が弱っている時も棺に潜むことができなくなる。みんないいな。行くぞ。しばらく一人で大丈夫かい。もちろんよ。お前と直に会って話さなければならない。無理よ、夫が一緒ですもの。気にすることはない。でもまずお前が私を招き入れてくれなくては。どうしてこんなに不安になるの。どうしてあの人を助けたいの。戦わなくてはいけないのに。間違いと分かっているのにこの心が抑えられない。愚かなことをしてしまいそう。どこにも逃げられないのなら早く捕まえてほしいなんて。どうしてバカなこと考えてる。
大丈夫かいミナ。いいえ、変な気持ち、どうしていいかわからなくて。あれは寝室に戻った方が良さそうだ。いいえ、みんなが戻ってくるまで眠れっこないわ。トランプか何かしましょう。気が紛れるわ。いい考えだ。夫が一緒だと言ったでしょう。お前の夫でなければもう死んでいるところだ。
できない、どんな時も同じ運命。もう決して話はしないと誓うから、今と出会う二つの魂、歌いきりの中、私を止めるつもりか、青白い人間ども、屠殺場の羊のような奴らめ。だが彼女はもう私のものだ。みんな、貴様らみたいな卑屈な犬どもが私に勝てると思うのか。私のものだ、諦めろ、無駄なことだ、私を止めることなどお前には決してできない。お前はもう終わりだ、好きにはさせない、覚えておけ、決して逃がしはしないと、邪悪なものよ滅びされ、もう終わりだ、やめろ無駄なあがきは、逃げられはしない、この手からは。お前はやがて生き返るのだ、お前の命私のものだ、わからないのか、知りとなれ悪魔。これが最後、認めろ、お前の命はもう終わりか、やめろ無駄な馬鹿気は、この手からは。このビルドはお前なのだ。どうしてわからないのか、善も悪もないの求めてる神などないこと。が
立つの道がある二つの運命どちらを選んでも光と暗闇命を奪うことは愛を与えることと信じて闇に光が照らすこの世界それが醜いものならば夜の闇に翼広げ優しく包んであげよう冷たく教授が何と言おうと、あの悪魔を追い詰めるのは池の魚を釣るような簡単なことじゃないな。どうした？ここに来る前、奴はジャックの病院へレンフィールドに会いに行ったんだ。どうやったかわからないが中に入り込んだんだ。見張りをやり過ごし、鍵も鉄格子も抜けてレンフィールドの喉を切り裂いたんだ。僕のせいだ。レンフィールドがあんなに必死に警告してたのに僕は聞かなかったんだ。ドラキュラのやつ、昨夜は随分好き放題に暴れ回ったってわけだな。だが帰って寝ようとしたら驚くだろうよ。聖水と砕いた生体のかけらを棺の中に撒き散らしておいたから外寝心地が悪いだろう。ベッドが湿っぽいほど嫌なことはないからな。きっと奴は他にも休む場所があるはずだ。ここにいらしたのね、教授。お願いがあるんです。もう時間がありません。マダン・ミーナ、どんなご用でしょう？レインフィールドの話からもお分かりの通り、あのことがあった後、私の身にはいろいろな変化が起きています。一つは、遠く離れたところにいても、ヴァンパイアの犠牲者には、ヴァンパイアが目で見ているものが伝わってくるようなんです。でもそれが起きるのはなぜか、夜明けと、日没の頃に限られているんです。続けて。
私に催眠術をかけてくださったら、ドラキュラ伯爵が頭の中で考えていることをお伝えすることができると思います。日が昇るにつれてその力は弱くなります。そう、その通りです。始める前に一つだけ。どうぞ。私が目を覚ました後、私が何を言ったか教えないでください。なぜって、私があちらの心を読めるように、あちらも私の心を読み取る力を備えてるに違いないんですから。わかりました。今どこにいますか？どこにいるかってわからない。眠りにこれという場所はない。何が見える？何も。真っ暗闇だ。何が聞こえる？水の跳ねる音、波の砕ける音。他には？鎖が鳴る音、怒りが巻き上げられる音。船の上か。おお、みんな、お休みの邪魔をしてしまいました。マダム・ミーナ、ご主人がベッドに連れて行ってくれます。もう少しお休みなさい。そうしよう。待って。なんだい？皆さん旅に出るんですか？もしかしたら。私も連れて行ってください。いえ、あなたは安全のためここにいなければ。伯爵が私を呼んだら、私は伯爵のもとに行かなければなりません。ですからあなたは私を目の届くところに置いてくださらなくては。いつもながらあなたは実に賢い。それにもう一つ、何よりも大切なことがあります。何でしょう？皆さんもご承知のように、私の血の中には毒が入り込んでいます。その毒のせいで私は破滅するかもしれません。いいえ、早く助けてくださらなければ私は必ず破滅します。ですからぜひともお願いしたいことを率直に申し上げます。約束してください。皆さん一人一人、その時が来たら迷わず私を殺すと。その時とは？私があまりにも変わり果てて、生きているより死んだ方がいいと皆さんが確信なさった時です。約束する。それでこそ本当のお友達よ。私も約束します。マダム・ミーナ、僕もどうしてもというなら。どうしてもか？ええ、あなた、ルーシーのことを思い出して心から約束してちょうだい。もしその時が来た。
たとしたら君の言う通りにする。苦しめないと約束する。誓うよ、誓おう。我らの敵は海に出た。自分のねぐらへ、故郷へ戻ろうとしているんだ。知っての通り、奴は霧や風を思い通りにできる。しかし奴がどんなに早く船を進めても、我々は陸上をもっと早く進めるだろう。チャリングクロスから出発してオリエント急行に乗ろう。今出発すれば奴の先を行けるだろう。これで全て終わらせる時が来たのだ。闇の力滅ぼすのが我らの務め。光は我らの味方。今この手に光を、光を。負けるわけにはいかない。必ず勝利を。海を渡り追い詰めよ弱な者を。神に祈り信じよう力合わせ。ひるむことなく突き進もう。夜の闇を恐れないで、目指し旅立とう。今輝く希望の星、目を閉じれば聞こえる勝利の歌声が。迷うことはない、ためらうことも。神に見守られ力合わせよう。夜の闇を恐れないで、光目指し旅立とう。今輝く希望の星、目を閉じれば聞こえる歌声。夜の闇を恐れないで、光目指し旅立とう。今輝く希望の星、目を閉じれば少し外の空気を吸ってくる。僕は約束した、彼女に誓った、できるはずのないこと。その時が来たらどうすればいい。愛する人をこの手で殺す
なんてできない夏の日差しを浴びて輝いて君を見ているとこの胸は張り裂けて叫び出したくなるその時が来たら夏は終わり永遠の冬が僕の心を凍らせ苦しめるとわかっているのに運命はこの僕に何を求めている何を求めて マダミーナ、よろしければそろそろ時間です。目を閉じ心に感じ取るのだ。どこかで目覚める闇の生き物、彼の声が聞こえてくるはず。暗く静かに流れる聞こえているのは子牛の鳴く声や風と水の音。今は思い浮かべてるお前の姿を夢の中で永遠に美しく若く生きられるのなら何も怖くない。二人一つに溶け合い遠く離れても感じ合う心、誰も止められはしない。運命の時が近づく。永遠の命をあげよう。涙も祈りもいらない。最後に残るものだけがこの世界を手にできるのだ。続けるのだ、もっと。彼はどこにいる？私どうしたの？眠ってたの？夢の中で何か言ったの？許してください、あなたに頼る。それしか手はない、最後のチャンス。闇の力砕くためには。分かっています教授、私もう休みませんと。
一緒に何か召し上がりませんか。あなた方の計画を聞いてはいけませんから。寝台車に送ろう。一人で行けるわ。水の音と家畜の鳴き声、やつは今低地地方を移動しているに違いない。おそらく小さな船の船底に隠れているんだ。電報を打って蒸気船を手配しよう。そうすればきっとやつに追いつける。結構、非常に結構。諸君はみんなアーサー君と一緒に行きなさい。ミーナはどうするんですか。ああ、まだミーナはとても危うい状況にある。やつの血を飲んでしまったのだからな。どういうことですか。彼女を救う唯一の方法はヴァンパイアを滅ぼすことです。あなたたちが船で追いかけている間、私はマダン・ミーナと馬車でドラキュラ城を目指します。あんなに弱っているミーナを死の穴のアギトに連れてくだって無茶じゃないか。そらさ落ち着いて聞きなさい。この若者たちには君の力が必要だ。そして私はマダン・ミーナにそばにいてもらう必要がある。夜明けと日没に敵の様子を聞き出すために。長い間待っていたこの日がやってくること。たとえ永遠に来ても一人では虚しいだけ。愛することも忘れぬ孤独な夜を過ごし思い出さえなく誰Sperate, sungere to.
うしました、マダム・ミーナ。クインシーが死んだ。なぜわかるんです。ただわかるの。入らなくてはいけませんか。他に道はありません、マダム・ミーナ。聖水の力があなたを守ってくれます。必ずここにいてください。私が迎えに来ることはもちろん分かっていたね。あなたの声が聞こえた。お前には私の思いが聞こえた。ええ、私たちは一つだ。おいで。もう戻れないわ、罪深いわ。迷いはない、悔やみはしない。愛してるから甘えだけを。聞こえる声
私はそばにいる。初めて会った時からずっとこの日が来ると信じ続けてた、待ち続けてた。こうして二人一人になるの。夢の中からずっと分かっていたの。あなたを愛し夜の闇へと飛び立つことが運命だと。でも分かっていた。もしかしたならお前を自由にしてやることが私を自由にできる唯一の望みということ。よくあなたの苦しみを持って泣いたわ。これからはその苦しみを分かち合っていけるのよ。いや、いや、私にはようやく分かってきた。なぜ初めからお前が他の誰とも違うと私が思ったのか。私たちは結ばれる定めだからよ。それだけじゃない。お前は私が味わったことのない感情を私に与えてくれるためにこの世に生まれてきたんだ。それは何？あなたを愛し、あなたを求め、あなたのため生きてゆく。愛してるなら分かってほしい。これが私の愛だと。私がお前をあんな目に遭わせたいと思うか。覚悟はできているわ。狩りの獲物となった動物に許されたたった一つの贅沢は死ぬ時を自分で決めるということだ。一緒に連れてって、一緒に逃げましょう。お前だけは苦しませず守ってやれると思ってた。私の世界は冷たく暗い。夜とさまよう血を求めて、いつか過ぎ去る定めと死ねば、お前のために命捨てよ
前たちの求めてる神などないこと。が二つの Love.